素人ドラゴン公式 YouTube チャンネル登録者数7万人突破、白ドラ大好きクラブ西久保アナです。そして大重です。よろしくお願いいたしま す, お願 い, します。いや皆様ありがとうございます、登録者数が7万人ということでございまして、いや本当にすごいことですね。いやありがたいですよ。いす、ね、はい、花火も打ち上がってますね。ありがとうございます。嬉しいですけども、公式 YouTube チャンネル自体は、多分白ドラゴンがリリースするぐらいからももうすでにあって、うん、で私たちはその3年後ぐらいにこういう大好きクラブみたいなコーナーやって、 で、7万人になると今回、はい、素人ドラゴン公式 YouTube チャンネル7万人突破したということで、ゲーム内にある変化が、はい、おなんかちょっと訪れるということでございます。はい、はい、ちょっと一体それは何なのか、さねしげさんご紹介いただけますか。はい、じゃあちょっとお見せしましょうか、はい、西久保さんこれ気づきますか、いつもって変化が。あれなんか、ね、左下のショップあたりにご注目、ね、はい、なんかこれ見慣れたね YouTube のマークみたいなのがあるんですけども、これなんとですね YouTube の公式チャンネルに、はい、ゲーム内からリンクが入るとえいうことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ゲーム内にその白ドラ公式 YouTube チャンネルへ飛べると。そう、これだからポチッと押すでしょ、はい、そうするとまあこういう感じでグリーンドラゴンの使い方と今出てます。あ、なるほど。動画を見るボタンみたいなのが開きます。はい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 、言うとこうやってねすぐ見られる。あ、すごいねいうような機能になっております。あらら、これは嬉しいですね。はい、なんでまあ基本的には最新の動画がここに入るとは思うんですけども、はいはい、よりねアクセスしやすくなったと。確かに結構そのなんていうんですかね、 YouTube でしか言ってない先行情報だったりとかね、はい、ありますから、ぜひこれを機会に今までちょっと見てなかったなっていう人もちょっと視聴いただけるとすごい嬉しいですね。そうですよね、存在自体知らなかったっていう人もいらっしゃると思うので、いるかもしれない、うん、はい、結構ね有益な情報とかも発信してたりするので、うんうんうん、見ていただきたいなと思います。そうですね、はい、じゃあこちら改めましてですけれども、2月の26日からね、はい、ゲーム内に設置される予定ということでございますので、はい、皆さんぜひ設置されたら押してみていただけると幸いです。はい、はい、そして次はですね、目指せ77,700人ぐらいですかね。777、はい、いいですね。突破したらまた何かあるんですかね。まあ視聴者の皆さんにね、なんか嬉しいことがあればとは思ってますけれども、はい、そうですよね、それ楽しみですね。そうですね、これを機にぜひまたチャンネル登録してない方は登録していただけると嬉しいです。それではですね、今後とも素人ドラゴンの公式 YouTube チャンネルよろしくお願いいたします。